こんにちは、エイヤです。今日はゴールデンウィーク1日目4月29日土曜日になります。今日は午前中朝ゆっくり起きて、それからこの机の周り全体ですね、この机の周りの掃除をしてみました。例えばこの辺り、この辺り今まであんまり映像からは出てこなかったんですけれども、すごく荷物が山積しちゃってまして、それをまあやっと片付けた感じですね。あと今日やったのはこの部分、この部分を少し整理しました。ここに家にあった充電台を置きまして、今これ GoPro で撮影しているんですけれども、 GoPro で撮影するための機材、まあ、例えば今ロードのピンマイクつけてるんですが、このロードのピンマイク、これを iPhone の 5S で撮影してます。でこれを、まあ、いつもそこら辺に放っぽり出してしまっていて、なんか気がついたら全然電池がないみたいなことがよくありましたので、それをなくすためにこの充電台を置きました。でこれは下にまあコンセントがありまして、そこからアンカーのアダプターを経由してライトニングとか、あとはこのマイクロ USB とかも出してます。まあ、そうすることによって、まあ、さっきの iPhone 5S を充電したりとか、まあ、ここにあるジーウンの電池のチャージャーありますので、ここに置いておけば気が向いた時にすぐ充電できるというようなことができるようになりました。ジーウンのジンバルも今回掃除して、後ろにあるこの防湿庫、こちらの方に全部まとめました。ここに撮影用の機材、まあ普通のシグマのカメラとか、あとはアクセサリー類とか、そういったものをこういうふうに防湿庫の中に整理しました。まあ防湿庫の中に整理することによって、これから夏に向けて湿度が高くなると思うので、そういう、まあ、湿度対策にもなるかなと思って、まあ、後ろに防湿庫を置いて、そこに全部機材をまとめることにしました。今日はこれから千葉県の船橋市にあるプラネタリウムを見に出かけていこうかなと思ってまして、先ほどのジーウンとかも一緒に持ってって、その道中ちょっと撮影とかチャレンジしてみたいなと考えてます。どういう風に撮れるかどうかちょっと今不安はあるんですけれども、うまくこう撮影できて、ちょっといい感じに映像が編集できたらいいなと考えてます。ちょっとこのゴールデンウィーク中はそういう映像をちゃんと編集するっていうことも学んでいきたいと考えているので、頑張っていきたいと思います。上野駅に着きました。ちょっと船橋に行く前に上野駅でご飯を、お昼ご飯を食べたいと思います。上野で食べたお昼ご飯は、上野駅にあるエキュートの中に国産のニッパチそばを提供している京華というそば屋さんがあります。そちらのそばをいただきました。今日は結構気温も23度まで上がって暖かい日だったので、冷たいおそばを食べたんですけれども、そばがしっかりと冷えていて、そば自体も身が締まったような感じでコシがあって、とても美味しいそばでした。駅中にあるそば屋さんとは思えないぐらいのうまさなので、まあ、そば好きの方はちょっと一回上野に立ち寄ったら試してみるといいかもしれないですね。で、一緒に食べたかき揚げ、こちらも揚げたてのかき揚げが来まして、これがすごくサクサクで美味しかったです。もうペロリとこんな感じで、あっという間に食べてしまいました。で、蕎麦湯も最初からついてきますので、蕎麦湯が好きな方も蕎麦つゆに入れて蕎麦湯を楽しむことができます。初上陸。東船橋に来ました。
これが東船橋駅ですね。中尾とかあんだ。東船橋駅に着いたら、まだプラネタリウムの上映時間までしばらく時間がありましたので、近くのカフェを検索してアルマドカフェというところに行ってみました。アルマドカフェ行ってみたところ、ここは石窯でホットケーキを焼いてくれるお店みたいなんですけれども、店内は禁煙でとても過ごしやすい空間でした。アルマドカフェという名前で覚えて行ったら、近くにたまたまアルマドーレというピザ屋さんがあって、一瞬あれこっちかなみたいな紛らわしい名前がちょっと近くにあったので戸惑いました。今日は千葉県にある船橋市総合教育センタープラネタリウム館で行われるシンガーソングライターの新井明乃さんの特別投影アキネタリウム2017に来ました。この特別投影では、以前新井明乃さんがナレーションしたプラネタリウム作品ドリームトゥスカイという作品も上映されました。今回の特別投影では、新井明乃さんの曲に合わせて満天の星空をプラネタリウムで見ることができたんですけれども、その独特の歌声による癒し効果がすごくて、とてつもなく気持ちよかったです。予定では90分間の上映でしたけれども、気がつけば2時間近くやってました。まあ、それだけ盛り上がったいいイベントだったと思います。新井明乃さんご本人も登場して一緒に鑑賞したり、あとはトークとかやっていただけたので、特別感がすごかったですね。こんな素敵なイベントだったんですけれども、入場料は430円、まあ事前予約が必要だったんですけれども、430円でこんなに2時間近くも楽しめるイベントってそうそうないと思うので、今回行ってすごく良かったと思います。そんなこんなで今日ゴールデンウィーク1日目は、朝ゆっくり起きて掃除をして、プラネタリウムを見て充実した1日を、過ごすことができました。今回はいつもと違う編集方法を試していて、 GoPro だけでどれぐらいいけるかというのも実験しています。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。以上、営業でした。ではでは。